Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! まあ、なんていうか、まあ、私たちが想定したのは、まあ、だから、仮死状態になって、偵察ができるようになる。まあそうですよね。多分おじさんああをね。操作できるようになるんですよね、本来。そうだね。仮死状態になって、その場に、前は、その要は、倒れ込んでしまうけど、その状態のまま一定時間、警察の様子とかをただ見に行くことができると。そういうで、ことまずだドね。ローンとして使えるというか、自分のその魂をね、というふうにしたかったんだよ。はあ、なるほど。そっか、今、だって中距離型のスタンドみたいな感じにしかなんないもんな、あれ。なるほど。そうしたかったんだけど、思ったよりそうなってなかったから、今ゼロから作り直してんだよ。ございます。これだからリグはやめられない。そうですね。なんならさっきリグんとこ並んでたじゃないですか。早く取れなくても、パレットがあるのかとか思ってましたから。まあ最悪そうですね。3人でやれば1人1000万ですから。おいしい。2人でやったら1500万ですよ。おいしそう。どんどん死んでいきますよ、仲間が。いや、でもパトカーの移動はできますね。パラアゴラニンャゴだ、です。本当だ。あれ、さっきのパラゴじゃないですか、これ。まずいです。大丈夫ですか？なんとか。野郎屋で一番金持ち、誰だろうね。店長じゃない？今15億ぐらい持ってそうだけど。に比べて、クラフトから消えてますケンね。君、どうしましこっち来て、こっち来て、こっち来て。かっこいい声だな。どうも消えてました。兄貴おるじゃんね、銀河兄貴。はい、銀河一枚いきますね。兄貴がケイン君来たら教えてくれるけど、教えられへん言うて。でも、もし俺は教えられへんって言ったけど、はい。あれだ、電話だけもし今かかけてらほシしリいっアていスパーうのを伝えてほトをしいっやてるんですけど、言われたら。ああ、ポ電ツ話なしてりくれっ来て話る。ですね。了解です。どこもよの？薬関見かけ係。たら電話してくれって言われたから。81822にギャングスーツで。ケイン来る？どこにですか？ディープ。向かいます。ぽいっすね。もうすごいわ。運転すカごいクカけクど、してるから多分あれシュンシュンやわ。高絶対シュンシュンやわ。10fps やわ。 10fps のシュンシュン。10fps のシュンシュン。やばいあれ絶対10だやわ。あばいやばれあれシュンシやばいシュンシュン。やばいシュンシュン来た。お待たせ、
ね、お待たせね、8FPS のシュンシュンが来たね。8FPS のヘリの事業者に8枚ね。カンシュンシュン来た。すいません、俺です、俺です。あ、もう当たんね。すいませんね、結構ヘリガクガクしてたんですぐ分かったっす。本当に来るのクワグ難しかったね。資源と出血、出血をしてるんだ。危なかったね。殴り合いでもしたね。まあそれでいうところのもう一つは、うん、まあ作成する場所をせめて屋根ぐらいください。いや、あれはちょっと補佐に言っとくわ。いや、俺もあ、ここに作りしときました。ここってなったの私も。市長、ここで作れますって言われて、大ここ大公開です。あそこ、さすが。それはちょっと言っとくわ。うん、ちょっと補佐もさ、犯罪者の気持ちわかんないとこあるよ。あいつらも公務員だから。いや、それでいい、それでいい、うん、それでいい、それでいい。そうか、そうか、うん、他がそうやってやってしまうと私の責任だから。全て私の責任だから、本当に。もう誰も悪ないから、大丈夫や、誰も怒ってないよ。誰かが悪者でしないといけないんだよ、この世界は。ケン先輩、どうしました？今、ブースティングしてたりします？今アシット集めてます。後でブースティングやらないですか？いいですよ。もろもろ終わったら教えてください。了解です。これ集め終わったら言います。ありがとうございます。どうしました？どうしました？どうしました？良すぎよ。まあ、正直なんか早くいつ薬ができるんだと、はい、急かされてて。なるほどですね。なんかあのヒゲの今日来てないジジイいるだろ？ヒゲ生えてる、なんかボトル食ってるジジイが私のとこ殴り込んできて、衛生街に、衛生街に、衛生街の市長室殴り込んできて、あの薬いつ作れるようになるんだと。ちょっと待って、ちょ、こっちも今調整してるんだと。いや、でもすごい使うから早くしてくれと。じゃあ本当のちょっと仮でもいいなら入れられるよと。だから急ピッチ入れたんだよ、あれ。だから別に、ただからといって、衛生の諸君は、あいつに言ったらマジで俺がぶち切れるからやめてほしいけど、ああ、そうだね。まあその、両者合意の上で言ってるからね。僕の私の責任でもあるからね、それはね。もしかしてさ、トピ君もドリシャ持ってくる？ピシャ？ドリシャ。あ、ケイン先輩と一緒に、JD さんと。ドリフトしたよ、この前。嫉妬してない？男たちのドリフト。ね、気になってんの？いや、誘われなくて怒ってるらしいですよ。なるほど。ドリフトタイヤに変えますか？いや。ドリフトタイヤに変えますよね。いらないです。ドリフトタイヤに変えましょうよ。いらないです。痛い。痛い。痛い。やってます、あの警察。やられた。あの警察。終わってます。しかも怪我しました。しかも結構行かれた、ちゃんと。しかもいなくなった。いなくなりましたよ。修理しに来たはずなのに。迷走してました。ただいまです。はい。ちょっとさん、あれですよね、そんな感じでしたっけ、名前。どうしました？
なんかうちうヤロヤに入った当初なんかすごいクールなキャラじゃなかったでしょうか。いや、ずっとこんな感じですよ。いや、別にそれクールに言うの。さすがに無理がある。7番さん、ちょっとチラッと見ていってほしい。あ、ジョーカーさんと俺で行こう。了解。後ろついていきますわ。アルバート7346でやられました。やっぱりクロス組まれてます。まずい。43も取られてる。03も取られてる。見えないな。03上やった。ナイス。でももう一回、もう一回選択肢がテーブルを切断。はい、これですね。はい、やばい。まだ通知です。まだ通じてる、これ。はい。さあ、警察どのぐらいで来るかな。え、回路基板を取り壊す。はい、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 なんかなくすやつは削除って書いてるんで、絶対できた。現金を取り出す。おい、やば。失敗しましたね。安くないかな。お、なくなった。よっしゃ。いくらでした。416万。そこそこの上の方で。強いんでしょ。ねえ、かっこいいでしょ。どうしました。ヤロヤに入った当初すごいクールなキャラじゃなかったです。いや、ずっとこんな感じですよ。やめて、それクールに言うの。クールに。マー君、マー君、マー君、おかしくなっちゃった。マー君、どうした。まだ強制メスを食らってたとか。えぇ、ー、なになになに、どういうこと。え、ボブキャって犯人誰だった。ボブキャは、GBC ですね。はぁ、やってるわ、マジでやってるわ、じゃあ。マー君と誰だ。了解、ありがとう。はい。ねえ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 、お姉さん、お姉さん。うん、ありがとうございます。ごめん、今一人称で見てなかった。あ、私のこと見てたよね。ずっと動いてるんだよ。見てた、見てたよね、今ね。それだけ気になる。ありがとうございました。ありがとうございます。またお願いします。またお願いします。ありがとうございました。どうも。